よいしょ。うわあ。どうもー。うわ。マイセンタン。大好きクッキー、ありがとう。大好き。わーい、こんばんは。みなさんこんばんは。せいやんさん、大好きクッキーありがとう。大好きクッキー、みんなありがとう。いや、今日もちょっと動体視力おかしくなったわ。ありがとね、ミッション完了した。集めてきたよ。そう、コンタクト乾燥してるのよ。それかもね。詰めてきたよ。よ。充電ありがとうございます。ギフトも。なんか昨日昨日もハフハップ。お団子してもらったんですけど、今日もなんか成り行きというか髪型してもらった時にハーフアップかまとめ髪かみたいになってハーフアップにした。そんな感じ。しゅんさん、猫ありがとう。猫、そう、今日ピンクのなんかワンピース、かわいい色。そう、これワンピースなんや。え、私もなんか、何ですか？見流してる？私何か見流してる？キーがいっぱい。
大好きタワーか。ちょっと一回更新するね。一回更新しまして、ごめんよ。大好きクッキーか、ありがとう。よいしょ、大好きクッキー。ありがとう。よいしょ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 。歌ってサマーね。うん？ありがとうございます。クッキーがいっぱい。よし、お疲れ様です。そう、今日帰国してきました。帰国、そう、飛行機乗って、新幹線乗って、ここピン、お土産、お土産、あ、洋服買いました。よいしょ、よいしょ。韓国っぽいの、うん。でもどうだろう、自分の好みの。でもなんかいろいろ買うの忘れてた。なんだっけ、カップラーメンとかポテチとか。広島帰ってきました。うわー、びっくりだね、ほんと。
チ、キムチ食べましたよ。いや、いっぱい歩いた。歩いたかな。歩いたかもしれない。楽しかったですよ。本場のキムチはなんか酸味があった辛かった。びっくりしたことはいっぱいあったフフ20日以外です。私20日以外でした。トッポギ食べましたよ。もう多分韓国の有名な食べ物を全部食べたと思うんだよね。ギフトありがとうございます。うん、頑張ってパスポート取って行きましたよ。びっくりしたことは、めっちゃびっくりしたことはね、飛行機乗ったんですけど、飛行機乗ったら急に後ろからワゴンでガラガラガラってきて、食事ですって来て、みんなに食事が配られたこと。びっくりした。もうガラッガラのワゴンで、めっちゃガラ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 って。そうなんよ。機内食。なんかね、しかも水もコップじゃなくてゼリーのみたい、ゼリーの器のなんかプリンみたいな器に入っとる水。普通の水なんだけど、なんかちょっと変わってた。そう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 。ミッション完了や。うん。でもしかも行きと帰りで、違った。ご飯が、天然水。
お腹減りそう。やべやべ。予測した。すごくない。すごくないもの。予測。あ、もっちーちゃん。好きくまありがとう。好きくま。もありがとう。あのね、夜ご飯買う時間なくてそのままほんと来て、そう、機内食があったからまだ生きてる。急ぎました。急いできたね。確かに無事に帰ってきました。なんとかなんとかかんとか、先生も今日本当に酸素がない。酸素がない。酸素欲しい。酸素。二酸化炭素が多すぎるかもしれん。自分の中に。この家が、いや大丈夫です。大丈夫です。換気しろか。配信終わったら。韓国は、いや観光じゃなくて、あの七並べのイベントで、なんだろう、フォトブックなんて言うんだろう、作成で。うん、そう。でもね、カメラマンさんとかおるとかじゃなくて、自分たちで自撮りとか写真撮り合いして、それがなんかなるらしい。うん、そうなんですよ。最近自分がカメラマンです。最近いっぱい写真撮った。
ね、あのなんだっけ、ガイドさんはいてだから、なんか有名なところとかはもういっぱい行けたと思う。そう、すごいいい方だった。そうだね、当たり前さやんですけど、やっぱりハングルがいっぱいで、時々日本語あるんですけど、ハングルの文字ばっかでわからんかった、全然読めなかった。だけど日本に帰ってきて安心した。看板とかに書いてあることがわかるから。あにょはせよ。そう、いやでもなんか現地の方は結構日本語知ってた。すごいね。なんだろう、町みたいな出店、お店がいっぱいあるところでは、なんか目があったら可愛いねーみたいな。多分可愛いって言ってあの招き入れるっていうかさ。どうぞとか、安いよとか、なんかこんな感じだった。いや自由行動でした結構。そう。いやそうね、結構なんだろうね正直な方が多かったな。なんか日本って接客すごいんだなって思った。すごい、なんだろう、正直友達みたいな感覚なのかな、な感じというか。そう、そうね。なんだろうね。何？なんか一回ひなさんと一緒にいて、ひなさんがパックを、パックのなんか有名なパックを探してて、そしたらあのパックどうぞって言われて、
そのお土産店のパックじゃなかったけど、こう渡しとったんや、お店の外で。でそしたら中入ってって言われて、中入ったらなんかいろいろこれおすすめだよみたいなの言われて、でもひなさんの欲しかったのがなかったから、あー大丈夫ですみたいな、オーケーオーケーみたいな言ったら、なんかじゃあ一番安いのだけでも買ってってあー大丈夫って言ってオーケーオーケーって言って、そしたらで私たちが結構もう勇気を出して帰ったんですよ。そしたらはぁーみたいなって感じだった。正直って思った。A ちゃんスタンドフラワーありがとう。素直だよ。そうなんよね、結局英語を話してしまう。そうだね、一人はちょっと怖いかも。あのなんだろうね、そういうとこではね、なんかすごい都会の場所、観光向け、観光の方がよく来る場所。そうだった。あ、そうなんだ。ミョン、ミョンドン、それだ。聞いてありがとう。ミッションも完了しましたかね。爆買いはしてないな。そう、賑やかなところ。びっくりしたかな。びっくりエピソード。時差はないらしい。そうそう。もっとなんかなんだろう、いろいろしたんだけど、ちょっとどこまで行っていいかわかんないからな。早く行きたいな。そう、猫猫おいおいですね。
私もパック買ったんよ、セールになっとるやつ。それ一昨日と昨日使ってみたけどめっちゃいい。4個で4個で何だっけ300円、3000ウォンだった。安いと思って。そう、明日は朝が7時から15分で、次が12時15から12時45まで30分で、で夜が20時から8時、夜8時から夜9時15分まで、で最後が23時から0時までです。午後でお昼配信がやっと明日できる。でもう明日と明後日で終わりなんですよ、このイベント。で、あさってが朝早くて朝5時半5時半から15分ですね。すみません。そうからですね。で昼ができなくて、だから明日で昼配信は最後ですね。でね、最終日なんですけど、どうしようか。19時59までじゃないですか。例えば朝15分して、あ、夕方、6時6時だわ。6時からできます6時からできます。3時間できないね。じゃあ朝を5時からにしよう。朝5時から45分まで。で、6時、夕方6時から19時59まで、もうそうね、丸々しますね。
しかもね、移動しながらなんですよ。だから、あれか、小声かも。もうずっと移動してるの。6時から8時まで。いや、無言じゃないくて大丈夫だと。ちょっと移動、そう、車の中からです。夜、うん、そうなんですよ。なんですよねーと思って。でもそうね、イベント終わったらまた落ち着いて配信しますね。でまずは8時まで、19時59まで全身全霊みんなで。そう。とりあえずあと明日と明後日終わるけど、2日間あるんで。そうなんです。と、うん、早めに行っとこうと思って。だけモバイルバッテリーを絶対持ってくから私。100% 持っていくね。いや本当に、そうね、ルールはあるからね。韓国は意外といけた。ギリギリいけた。ギリギリ最後 9% ぐらいになったけど、空港で充電できた。はい、危なかったです。ギリギリだったよ。そうなんよね。もう自分のそういうちょっと嫌なところはもう本当にやめてくれって感じ。大事な時こそやめてくれって感じだけど。そう、両方持ってきます。確かにそうだね、あさってだもんね。準備しときますね。うっかりはやだもん。
り上だ。そうそうそう、皆さん睡眠時間が無くなっちゃうけど、よろしくお願いします。どうですか。さあ明日はまず7時から15分ね、15分で終わっちゃうから結構早い。うん、あ寝てました。いやいや、そう気抜いちゃいかんや。うん、そう明日は昼配信できる。うん、目覚ましセットしとこ。6時半に起きるわ。そう、あさっては朝夜45分と2時間。あでも6時、うん6時、そうね、またちょっと変更になったら怖いもんな。から10分ぐらい早めにできたら配信開始しますね。できるだけ長めに。いやほんとそう、そうね、移動中ちょっと申し訳ない。一緒に乗る、そう申し訳ないけど、ふん。そうね、そうですね、うん。で、残りあと40分です。残り40分まで来ました。何が起きても最終日は変わらん。え、できない？ SMS 認証できなかった。
そうね、ポイントがね無効になる時があるから。 A ちゃん大好きクッキーありがとう。大好きクッキー、そうそうそう、うん、マイ先端猫ありがとう。猫明日はそうだ、サーヤンフェスがある8時から、あ、夜の夜の8時から、うん、よろしくです。さっき瀬戸利考えました、移動中に。へっへっへっへ、うん、久しぶりだ。そう、カラオケ、うん、そうだよん。昨日は配信終わってからいろいろ考えてた。サーヤンフェスは夜の8時です。なので20時ですね。あ、でもね寝れてるよ。2時なぜか2時になっちゃうけど、結局いや、なんかどう頑張っても2時になるんですよ。ないやろね。なんでなのか分からない。でも目をつぶったらもう寝てるから、気づいたらもう目覚ましの音でびっくりして起きてる。めっちゃびっくりする、うん、そうね、いつも目覚ましにびっくりしてるわ。
でもほんと、朝配信最近してるから、ほんと。生活習慣は整ってる気がする。そうなんですよ。ギフトありがとね。そいつは遅寝、ね、遅起き、昼ご飯だったからね。でもそう、睡眠時間は本当に大事。大事大事。あ、ご飯も大事。大事よ。睡眠とご飯大事よ。どっちかなくなったら結構崩れるもん。なんでもいいから食べんとね。そう、ありがとね。私はこの配信終わったらなんか多分あると思う。カップラーメンか冷凍か、なんか何かしらあるはずだから食べるわ。いや、買ってきてないんだよね。よ、いっぱいありがとう。あ、確かに。これからご飯食べたらさ、寝るのさ、何時なんだろう。それはちょっと考えてなかったわ。その時間を考えてなかった。いやでも早く食べたら30分でなるとして、すぐお風呂入ったら多分2時に寝れる。そう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 、いっぱいご飯食べたら眠くなるか。わかる、お腹空いとったらね。眠いけど今眠いけどね。多分寝れるけどね。移動中絶対私口開いてた、寝ながら。絶対口開いてた。
その記憶あるもん。しかもなんか何かね、私言おうとしたいん。しかも何か言おうとして、あっ、ちょっと危なかった。何かをね、結構言おうとしたよ。いや、でも寝る感覚結構好きですね。眠くなって寝るとき結構好き。なんか眠い、寝ようみたいな。あとなんか、そう、寝ようってなった時に、なんかこう吸い込まれていく感じ、わかる？吸い込まれていくバージョンもあるんよ。何かに吸い込まれていくバージョン。そうそうそう。あ、そうだ、多分何か言おうとした時、夢の中で何か言おうとして、飛行機の中で何か言おうとした。危なかった。そう、危ないよね。どっちもいいね。寝なきゃって思ったら寝れんかもね。寝ようぐらいがいいかも。そうなの。人間の不思議よ。そうなんだ、多分。うん。そう。今日こそ寝ないとって思ったら、寝てない気がする。そう、意外とね、なんか、なんだろうね。考え事しとったら寝れんけど、なんだろう。考え事は眠れんくなるけど、楽しいことを想像したらなんか寝てるよ。いや、本当に。いや、本当になんか楽しいことを考えてたら、楽しいこと考えてね、眠れないときは。ギフトありがとうございます。そうそうそう、なんかね、めっちゃ大きいブランコに乗って空に向かって羽ばたくみたいなことを想像したりとか。
そうそうそう、雲に乗ってみる雲に乗ってみるとか、もうそういう感じでいいよ、そういう感じのことを、なんか本当に なんだろうね、実際には起きないようなことがいいかも。お想像しとったら寝てる。これが不思議なものなんですよ。これがこうなったらこうなるのかな。すやーみたいな。もう頭の中でレッスンとかしだしたらもう寝れん。そうそうそう、アドレナリン出る。右手か左手か、右足か左足がうずき出す。振り入れしてないままステージ立つ夢。え、それ結構、最近やったよ。アイドルあるあるな。みんなが不安に思ってることなんか。私だってこの前でも振り入れしたけど、それがめっちゃ前に振り入れして、でレッスンもせずに本番迎えて、あ、そういえば練習してなかったってなって、センターで踊って全然違う踊りをした。でも多分合ってるみたいなのあったよ。あ、振りが飛んだ。確かに振りが飛ぶのは結構怖いもんね。しかも時々あるんよ、なんか急に振りが飛んで、なんだっけって時ある。ゲシュタルト崩壊。考えれば考えるほど、あれ、なんだったっけ、現象。明日クッキー集めてます。明日クッキーとミッション集めてます。そうそうそう、やっぱアイドルメンバーはあれなんだろうね、一度はみんな考えたことのある不安かも、それは。だから夢として出てくるのかな。あ、でもそう、体が覚えてるのはめっちゃあるね。皆さんの生活とかお仕事とかでこうなったらやばいみたいに考えたことのある不安が夢として出てくるときがあるかも。アイドルあるあるめっちゃあるよ。明日それをテーマにしようかな。アイドルあるある1、
詰めてきたよ。確かに私確かにね、自分もあるけどファンの方もいろんなメンバーいやなんかこういろんな話を聞いてて、もしかしたらアイドルあるある知ってるかも。ミッション完了よ。もっちー、もっちーちゃん、ハト、ハト、もっちーちゃんありがとう。これかわいいね。うん、最後まで一緒に頑張ろうね。ありがとう、頑張ろう。明日と明日明後日頑張ろう。釣りけんさん、猫ありがとう。猫、そうそうだね、一丸となってみんなで頑張りましょう。素直にまっすぐコツコツやんで。コツ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 、結局今日は最後雑談して終わりそうだ。あと15分です。雑談で めっちゃ雷並みのお腹の音が、今日は雷だ。猫、ありがとうございます。とりあえず明日はコンタクトを変えるから、さすがにさすがに2ウィーク過ぎてる気がするわ。むむ、クッキー食べたくなる。2ウィーク1でもう使い切ったんよ。なんかね、2ウィークになれたら2ウィークがいいなって
って思うけど、ワンデーになれたらワンデーがいいなって思っちゃう。難しい。ね、日常すぎと。いや、ほんとよ。ツーウィークはツーウィークじゃないとね、やばいらしい。ちょっと顔をやばそうにしてみる。いや、なんかツーウィークでやばいらしい。なんかいや、でも私はいつ始めたか本当覚えてないんだよね。でも意外とこういう覚えてない時こそちゃんと2ウィークだったりする。え、だいぶもう今もうね、目が乾燥してるの。しかもコンタクトしたまま移動中寝るから、それもね、またね、もうパリパリ、コンタクトパリパリ、雷。次買うときと一緒かな。2ウィークかワンデーか。いや、そうなんよね。そう、ワンデーに変え、なんかワンなんかワンデーね、そう、2ウィークに慣れてからワンデーにしたとき、ワンデーは1日だから乾くのが早いなと思ったんですよ。なんかそしたら、でもワンデーがそれでずっと残してたら期限切れ間近になっててやばいってなって、毎日つけてたらもう慣れたんよ。もう1日全然いけるみたいな、乾かないみたいな。あ、意外といいな、マメでもと思って2ウィークに戻った。今戻ってる。でもね、2ウィークの方がね、やっぱね、お安いんですよね。ワンマンス、もはやワンマンス。いや、2ウィークめっちゃ安い。いや、でもどうだろう、ワンデーが2倍ぐらいか。やばい、次誕生買ったらお読みしますね。ありがとうございます。いや、そうよね、結局目にとっていいのはワンデー。でも最近なんかもう買いに行くの面倒やけんっていう理由で求め買いした気がする。もはやの話、ハードは5年ぐらい使ってる。5年、5年。いや、でも私も5年ぐらい経ったな、コンタクトにしてから。5年ぐらい経ったわ。わあ、ワンデーに変えようかな、目のために。学生の時メガネだった。そうよ、両方。そうだよ、メガネ似合わないもん。
伊達メガネは似合うかも。伊達メガネだったら似合うかも。本物のメガネはもう度が強すぎてみんながびっくりしちゃうからね。サヤンってサ高尾さんですか。高尾さんですか。ってなっちゃうから、そうサヤンってこんな感じで絶対やだ、もうサヤンって言って、そう、行きますか。団長勝てないのだね。いやいやいや違うけどさ、とりあえず、あ、ギフトありがとうございます。10連もあと、星とクッキーとなんだ、ミッションも震えないで。そうよ、とりあえず私はできるだけみんなにね、可愛い姿を見せたいね。可愛い姿見せたいね。いやいやいや、あ、待って、田辺先生いる、スタイルブックで初披露、いやいや大事なページをそんな、いや大事な1ページだとしても大事なページをね、そんな このパソコンによくあるあのこのちっちゃいバツみたいなのあるじゃん、あれぐらいの大きさだったらいいかも。わかる、なんかエラーみたいなやつ、読み込みませんみたいな時のさ、あのバツ。あの大きさだったらいいかも。分かった、伝わったのがすごい嬉しいな、なんか嬉しいな。じゃあもう配信終わりますね、あと4分ぐらい。お、変わりました。と、1位からもっちーちゃん、えいちゃん、マイセンタン、ホタテ様、ツリケンさん、セイヤンさん、コッペさん、シュンさん、ミツルンさん、元成48さん、ヒロトさん、ミッドナイトシュガーさん、ラティアさん、F渋谷さん、モチズキ、モチヨさん、ブッチさん、ナナウさん、アマメンさん、キチネさん、サトケンさん、台湾のコウさん、レッシーさん、ロックオンさん、神戸のヒッキーさん、オーサムさん、ユージーさん、D さん、ヒアキラさん、カキヒロさん、二学期は学級委員さん、ヒラニーさん、トモさん、ニッポン、チャチャチャさん、アオトさん、ありがとう。コッペさんもタワーかな、ありがとう。
さん今日もお疲れ様でした。ありがとうございます。充電切れそう急に。とりあえず明日7時から15分ですね。まずと12時15分から30分45分までが午前の部です。夜の部は20時8時からお昼あるんよ。明日がイベント最後のお昼やんだけど、よろしくお願いします。で23時からは家に帰ってまたまったり。よしよしよし。で私は結構高速でご飯食べようかな。イベントいつまで？明後日までです。サイアンフェスは明日の20時から9時15まで。バイバイ。今日もありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。またね。また明日7時間後に会いましょう。バイバイ。おやすみ。